皆さんこんにちは、ひそかぜしでございます。ひそかぜしの情熱 TV でございます。今日はですね、木更津港に来ました。木更津の見てください、あれが木更津キャッツアイの橋ですね。恋人たちがよくね、夕日橋とか言ってやるところでございますけれども、今日はですね、ここでがっつり、魚を釣ってですね、大宴会をしたいと思います。紹介いたします、ゆうこちゃんです。どうぞ、バイバイ、どうぞ。ゆうこちゃんです、ね、今日は男じゃなくて魚を釣りに来たよ。うまい。さあ、そういうことでございまして、今日はですね、この木更津で、頑張って一日釣りをしたいと思います。それでは、良い釣果になりますように皆さんお祈りください。それでは最後までよろしくお願いいたします。ポワーン。これはね、釣りですね。ヒイラギですね。ヒイラギ。ヒイラギ。これちょっとかわいそうだからね。おお。釣れてますね。釣れちゃってね。それぐらいレギュラーでいるのかな。いますね、これは。おお。びっくりしたね、こっちもね。泳げるか、泳げた、よかったね、かわいい爪だね。はい、では今日は牛丼です。これをですね、トロトロとご飯の上にかけてこれを食します。よいしょ。お、初ヒット。おー、ゆうこちゃん釣れた。どれどれ、見せ。おーいえー、ハゼくんです。ゆうこちゃん釣りました。今年生まれ、イエーイ、ハゼくんです。イエーイ、おめでとうございます。釣りがある。イエーイ、釣りがある。釣りがある。天ぷら。さて、ゆうこちゃんがハゼを一匹釣れました。これで坊主はなしと。さて、この牛丼を食べていきたいと思います。長さ、それ長さどれくらいなの？これ僕は3メーター。3メーター。こっち2メーター70。ああ。トリック。ああ、そっか。もう小物狙い。これシーバスとかそういうの。狙わない。狙っていけない。ちょっと俺こっちカニはかけてください。はい。浅いな。
あるよ。あ、そう。この5月はわからないね、本当に。何が。釣れないですかね、これはね。こんな動画ばっかりではまずいな。やばいな。視聴者さんに何て言おう。なんて言おう。頑張ってんですけどね。